HOM 知事のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時にだけ開く不思議なレディオバーでございます。本日は2023年8月20日日曜日の、深夜1時ということで今夜もオープンしたいと思います。支配人のシーレモンです。さあということで夏もそろそろ終わりがね近づいてきた、そんな8月のね、後半となっておりますけども、本日は初企画日曜 AM 1時のフリーホークということで、一つのテーマに基づいてですね、不思議レモンの、今までの、ね、体験談などを語るというコーナーでございます。ホークだけにオチがあると思いきや、まあ、深夜1時なんで、まあ、あってもなくてもですね、なんとなくもう皆さんそういうのはどうだっていいからまあそんな感じのフリーホークという感じでございます。今日のテーマは不思議レモが出会ったホラーな女たちということで、私が今までで、ね、出会った、まあ、様々な女性、まあ、恋愛経験だけは豊富でございますので、まあ、私の、ね、過去の、まあ、お付き合いした女性の、まあね、いろいろ体験談を語ろうと、5人の女が登場しますその喋り方やめなさいって感じなんですけども、ということでお送りしていきたいと思います。まあ大してホラーではないんですけども、まあ、僕がまあね、まあ、ホラーだったということなんですけども、ぜひ今日は、ね、お聞きいただけたらなと思います。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議チェーンの提供でお送りいたします。日曜 AM1 時のレディオバー、今週はマスター不思議レモンがこの日曜 AM1 時にオチがあるかないかわからないトークをフリーに話す日曜 AM1 時のフリーホークということでお送りしていきたいと思います。本日のテーマなんですけども、不思議レモンが出会ったホラーな女たちということでその声やめなさいってね、ということでお送りしていきたいと思います。それではまず一人目の女です。いちいち驚く女というこの女性はですね、たびたび私のラジオで、ね、お話してると思うんですけども、まあ、とにかく、まあ、お付き合いしてですね、まあこう、まあ、車でね、どっか出かけたりいろいろするじゃないですか。いちいち驚くんですよでその驚くのがですね、わーとかキャーとかそういうのならともかくですね、うわーみたいな何かあるたびにうううみたいな驚くんですよ。別にあの顔はですね、普通のまあギャルとは言わずもがな、まあ、清楚ではないんだけども、まあちょっとね、やんちゃって言ったらそこまでやんちゃな、ほどじゃないんですけども、まあそういう感じですどういう感じなんだなんだって感じなんですけども、まあちょっとだからまあまあアクティブな女性という感じなんですけども、とにかく驚くんですよね。で、まあ、まあ別にうーって驚いてもう、まあ、支障はないっちゃ支障はないんだけども、困るのはですね、例えばいい雰囲気になる時あるじゃないですかね、車とか、まあ、どっかそういうね景色のいいところ行ってですね、こうまあ2人の距離が近くになってですね、まあね、ちょっとまあブチューとブチューっていうまあちょっとこうね、接近してみたいな感じで、もう顔も近づいてですね、あまあなんかこうね、次の展開に行くのかなと、顔とお互いの顔と顔を近づいて目と目が見つめ合ってですね、口と口がという時にですね、うーみたいな言うんじゃねえよみたいな、まあ、なんか視線とかとにかくそのびっくりするみたいな感じで、なんかねそれでビビられるとなんかこっちもなんかすごくこう、まあなんか怖がらせててるっちゃあれですけど、僕も別にあれじーっと見ないわけですよ、そんな別にそこまで見ませんからね。これは僕だけじゃなく誰に対してもそういう風な感じなので、だからなんかこうね、うん、なんかこう普通に車で普通に運転していてですね、ね、助手席にその彼女がいると、でまあちらっとこう見る時ってあるじゃないですか、何してんの、黙ってるか何してんのみたいな感じでちらっとこう助手席を見てですね、もう視線を送った時にですね、向こうがその視線に気づいてですね、うおーみたいなそういうので驚かれたらさ、なんかこっちもなんか何なのそれみたいな、怖いの、じゃあもう別にいいんじゃないのって他探せばみたいななるじゃないですか、なんかね、
まあそういう、いちいち驚く女でございました。それではフシレモが出会ったホラーな女たち、次の女でございます。いきなり親が登場する女ということで、まあお友達だったんですけども、まあそこがこう発展してですね、まあちょっとそのまあお付き合いという形に、まあ、なっていってですね、でまあそれまでも普通に会ってたのであれなんですけども、まあそのお付き合いしてですね、初のデートというところでですね、まあ車でこちらはちょっと待ち合わせの場所に待っていたんですよ。でそうするとですね、その彼女がやってくるわけなんですけども、もう一人影が見えもう一人影が見えで誰かなと思って、パッて、その二人で来るんですよ。でパッて来たら、私の母なんですみたいな、そんなところで紹介するもうまさかね、最初のデートでお母さん連れてくるってこんな展開あんのかと思って、何、一緒に3人でどっか行かなきゃいけないのと思ったら、まあ一応それはそこでなんかたまたまというか、なんか、用事があってですね、で挨拶みたいな流れだったそうなんですけども、しかしですね、そんないきなり最初のデートでですね、親を紹介された日にはね、たまったもんじゃねえよって話なんですけどね。 CM だとホラーな女続きます。不思議レモンファンクラブ演奏のお知らせです。不思議レモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そして不思議レモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、不思議レモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜夜1時のレディオバー、今週はマスター不思議レモンがオチがあるかないかわからないフリーなトークをお送りする日曜夜1時のフリーフォークということでお送りしておりますが、テーマは不思議レモンが出会ったホラーな女たちということでお送りしております。3人目の女、車の中を物色する女警察行きますが、まあ物色というか、まあなんかちょっとこう、車を止めてですね、ちょっと用事があってというか、なんかコンビニかなんかだと思うんですけども、行ってですね、帰ってきたらですね、ね、そのまあ助手席に座っていた彼女がですね、まあもう鬼の形相なんですよ何かなと思ったらレシートを突きつけるんですよね。なんですかねと思ってどうしたのって言ったら、このプレゼント誰に買ったのみたいな感じのこと言われてですね、と思ったら、それはもうなんか女性のイヤリングがなんかのね、レシートでございましてですね、まあちょっと知り合いのね方にちょっと送るという感じで、必死で弁解したんですけど知り合いの女の女性みたいな今送ったという感じなんですけども、もうブチ切れてね、そっからもう、じゃあ電話してみろよみたいなここにある人にあげたから電話してみろよみたいな感じのことをね言って、まあね、なんとか収まりました5時間連絡がなければブチ切れる女ということでなんかお昼ぐらいに、もう付き合って間もない時だったと思うんですけども、その女性とですね、お昼に連絡をしていてですね、で、夕方までね、まあお休みだったのかな僕はね、まあそのまま何もしな
買ったんですよ。そうするとですね、その女性から連絡が来てですね、私がなぜ怒ってるか分かってる？みたいな感じの連絡が来てですね、はぁ？と思ってまず怒ってるかどうかっていうか、いきなりさっき12時ぐらいに話していたね、わけじゃないですか。それがなんか今夕方5時ぐらいで、いや怒ってるか分かってるって、まず怒ってるかどうかも知らないし、さっき普通に話してたじゃねえかっていうことなんですけども、私が怒ってるの分からないの？みたいな感じのこと言われてですね、何を怒ってるのかなと思ったらね、その言ったら家にいるのに5時間それまで何も連絡しなかったから怒ってるっていう謎のね謎のスーパー束縛ってそんなもん連絡するわけねえじゃねえかってさっき話したじゃねえかって感じなんですけどまあなんかすごいその後なんか喧嘩になりましたけども、なんかだんだんまあね、お互いにまあ分かってくれたっていう、その後はね、5時間ね連絡しなくて怒るっていうのはね、もうそれが最初で最後でございましたけども、会話にいちいちクソをつける女まずお前がどんな女と付き合ってきたそれがホラーじゃねえかって、ツッコミ受けそうですけども、あのクソなんとかって、まあ、僕はあんまり好きじゃないんですけど、これ結構女性でもつける人いるじゃないですか。ほんとクソ、あのね、店員クソだなみたいないや、たまにいるじゃないですか、なんか頭にクソつける女性。僕あんまり好きじゃないですけど、僕自身もつけませんからね、クソなんとかってあまり下品だなと思いますから。たまにいるじゃないですか。でたまにならいいんですけど、もう会話中にクソが会話中にクソがついてて、いや本当にもういちいちね、クソなんとかね、クソがね、クソだとかだとか、もう常にね、あの語尾じゃない、あの頭にねクソがつくんですよ。もうクソ面白くてみたいな。それがその後にそのクソ先生がもう本当クソみたいな対応してみたいなで、もうあまりにもひどいからちょっと言ったんですよ、ちょっとクソをつけるのやめないみたいな、うん、そうするとね、向こうもまあ分かってくれてですね、うん、まあ、そこからね、なるべくつかない、でも結構真面目な方でですね、なんかこうつい癖で、あのクソってつけた時は、あごめんみたいな感じで言ってくれるようになりましてですねなんだかよくわかりませんけど、最後に、そのような感じで、今日は、シネマが出会ったホラーな女たちでございました。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございます。今日はエルレガーデンということでね、サマソニック今年ね、出るということを聞いているんですけどもね、3曲セレクトしてみました。1曲目スペースソニックということでね、この歌が一番好きかな、かっこいいですよね。2曲目サラマンダーということでね、どの曲もやっぱりギターがグンガン聴いてるね、まあパンク、まあオルタナティブロックっていう感じなんでしょうね、本当に、かっこいいですね。そして、3曲目がマウンテントップ、これが新曲ですよね。この曲も非常にいいですよね、うん、3曲シールも公式の方で視聴できます、ぜひチェックしてみてください。皆さんにとって良い1週間であることを願いつつ、私はこの辺でおやすみなさい。あなたとても素敵ね、私の心でも抱きしめるのはいつからか、どこからか狭い夢を休むこの場。